地元の野菜や果物を使った作り手の顔が見えるジェラート屋さん。本日岡左衛門が訪れたのは岡崎市厚生通り南にあるジェラート専門店大岡ジェラート。2023年10月にオープンしたこちらのお店では、愛知県内の農家さんや生産者のもとへ直接訪問し、仕入れた野菜や果物を使ったこだわりのジェラートが食べられます。常時12種類のジェラートを取り揃えており、季節によってラインナップも変わるんだとか。ショーケースを覗き込む岡左衛門、どれも美味しそうで何にするか迷ってしまいます。中央生乳さんの農保牛乳、平岩農園のブドウなど、メニュー名には味だけでなく生産者さんの名前も表記されています。お、岡左衛門、どうやら食べたいフレーバーが決まったようです。岡左衛門が選んだのは自家製塩キャラメルナッツとイチジクのダブル。早速いただきます。一口目から、これは美味しい。地元卵の濃厚な味わいと塩キャラメルナッツの相性抜群。蒲郡産イチジクはほんのりとした甘みを感じる優しい味わい。満足そうな岡左衛門、あっという間に完食です。今回この動画を見た方限定の特典もご用意。お店に来店し岡崎チューブの動画を見たと伝えると、お好きなジェラートを先着3名様にプレゼント。愛知県内の農家さんによるこだわりの果物や野菜の美味しさがギュギュッと詰まったジェラートが食べられる大岡ジェラートへレッツゴー。